選手権100回大会も佳境、全国ベスト8が出揃いました。京都東山対青森山田、勝てば夢舞台、国立競技場が待っています。試合開始を告げる高らかな笛の音、第100回全国高校サッカー選手権の準々決勝、舞台は神奈川等々力陸上競技場です。画面右から左に攻めるのが京都、赤のユニフォーム東山高校、そこに対して踏み込んでいきました、左から右に攻めるのが緑、青森県代表の青森山田高校です。流れたボールに対して左足のフィード、背後にボールを蹴り出していきました。9番のリー・タカシを狙った京都東山高校です。ティースポットあたり、さあ三輪をめがけるか、スラッシュ来るか、こぼれ球押し返す、こぼれてくるヘディング丸山、枠を捉えることはできませんでした。ただロングスローが両チームあって、北澤さん、ね、明確にチャンスにつながるという形になりますね。これゴール前に入れられて一番怖いですから、この後ずっとこうセカンドの動きがいいですよね。フリーになってましたから、ではまず青森山田高校のスターティングメンバーから紹介をしていきます。ゴールキーパーが1番の沼田光輝、最終ラインです、14番の小野光、4番の三輪良平、5番の丸山大和、3番の中山龍之介、中盤ダブルボランチ6番の宇野禅人は J2 町田ゼルビア内定、そして10番松木玖生、 J1 FC 東京内定です。左サイド16番の田澤ゆずむ、11番は藤森壮太右サイド、そして2トップ、今ボールを追いかけていった9番の那須川が2試合連続ゴール、それから17番の渡辺世良という 4-4-2 の布陣です。ここまで9得点挙げていますが、6人で点数を取っている、まさにどこからでも点数が取れるのが青森山田高校です。ゴールキーパーが12番の鈴木仁、ディフェンス登録2番の大戸太陽、県大会の前に左膝の怪我がありましたが全国選手権で復帰をしています。13番の福田南、19番の阿部修也、7番の小原義隆は去年は選手権スターティングメンバーで出ていました。8番の本田真人、15番の田中衛生、20番の寺田律樹、そして18番の小湊絆、2年生はフォワード、初戦の島根大社戦では2得点、途中出場から挙げています。まあ、ですので非常に層も厚くて誰が出ても強力という青森山田高校のサブのメンバーです。その青森山田高校が敵陣に踏み込んできました。10番の松木が競り勝つ、17番の渡辺世良さばく、16番の田澤1対1、中にはすでに9番の那須川のポジショニング、宇野のシュートは枠を捉えられませんでした。できます。4番の三輪良平です。さばいた青森山田高校、では東山高校、京都の75校の代表、その東山のスターティングメンバーです。2年生が中心、スタメンには6人いるというこの東山ですが、ゴールキーパー1番の佐藤瑞希、今日は3バックで予想しています。2番の井上壮太、4番の新谷陸斗は17歳以下日本高校選抜、3番今日初めてスタメン抜擢石原凛太郎、深いところまで入ってきました青森山田高校です。この仕掛けでした。では東山高校のスターティングメンバーの紹介を続けます。5番の宇田大輝、12番の中里優真がおそらくウィングバックというポジションになるかもしれません。8番の松橋啓太、そしてその1列前、7番の坂田玲也が注目、ドリブラーです。6番の真田蓮司も17歳以下の日本高校選抜、フォワード2トップ、10番の藤枝康介大会2得点、9番の李隆という並びになります。東山高校です。ではその東山サブのメンバーもご覧いただきます。ゴールキーパーが中条俊介、ディフェンス登録23番の下谷、25番の大森、そしてミッドフィルダー登録は14番キャプテンの木下、3回戦で初出場がありました、15番の森沢海斗、16番林、19番の上田、フォワードは20番中野と22番、大会でも得点がありました、スタメン出場が続いていた明日にという9人が並んでいます。両チーム9人のうち5人まで交代可能という選手権100回大会です。力まず投げれば飛ぶんですという話もしていました。松橋からのボール跳ね返していきます。センターバック5番の丸山、収めた松橋、その横から12番の中里の速いクロス、ファイアッター、5番の宇田大輝、なんと東山高校、青森山田から今大会初めて先制点を奪いました。作戦ズバリ的中、
ロングスローから先制点を奪った京都の代表東山高校です。いや素晴らしい先制点でしたね、はい。まあ、ロングスローから拾ってからなんですけども、両ワイドですよね、はい。まあ、3バックにすることで高さ取れることによって左の中里君から右の宇田君ですからね、はい。最後は前半16分5番の宇田大輝が競り勝ってヘディングシュートゴールに吸い込まれていきました。三冠を目指す青森山田に対して夏のインターハイで敗れた京都東山、まずは先制点を奪っています。東山は守る形になります。ロングスロー、ここは三輪の手前9番の那須川に合わせてきました青森山田高校です。さあその赤東山、9番ドリブラーの李隆、振り切る逃げる動き、ね、7番の坂田が引き出す、ボールを回してスピードのある坂田行く、右足のシュートだ。キーパーの沼田が掴んでいます。坂田君この角度うまいですからね、シュートね。あの黒田監督もこの坂田に対してはあそこのシュート坂田ゾーンということで警戒をしていたようです。そんなに辛いトレーニングはないと口を揃っていますね。年末からの寒波で青森市の積雪11時現在79センチです。79センチ。さあその青森山田高校、小野光のクロスボールは残ってる、これ残るか、うん、クロスバーです。同じで何センチ、体半分ですかね。いやそうですよね。まあ、雪が積もった、ね、グラウンドでゲームなども行って足腰に負荷がかかって、まあ、黒田監督曰く雪国でしか習得できないその足腰の強さとともに強い精神力が磨かれるという話もしていました。みんなしっかりしてますもんな、下半身ね。そうですね。一方でそこと渡り合う赤東山高校、抜けていく17番の渡辺世良、ただ奪いましたセンターバックに4番の新谷、うん、流して左サイド田澤のクロスボール、17番の渡辺の前でカット、シュートに行く、こぼれ球に反応していました。3番の中山龍之介、サイドバックの選手です、うん、高い人ってますよね、もちろん1点を取らなければいけないという中ではあのサイドバックの位置というのもまさにその1点を奪いたいという意思が感じられるプレーになりました。スタート押し込めば張り付けばいいわけではなくて、高い位置のポジション取りですよね、はい。ただね、東山人数いるんですよね。そうなんですよね、監督やっぱり短いのでどうしても引っかかってきますよね。青森山田の攻めをしっかり研究した、まあ、いわば3バックないし5バックというそんな並びです、うん、もですね、宇田家として自分が青森山田を倒したいという気持ちがあると話していました。あ、そうなんですね。お兄さんの思いも背負って戦っています。そうですね、宇田家として兄の前でゴールを決めたという。さあ7番の坂田のドリブル折り返した、10番の藤枝には合いませんでした。いやそうですね、はい、その応援席の目の前から風のようなドリブル突破、この坂田玲也です。倒れないで、コースが良かったですね。ここいやー当たってればゴールでしたけどね。そうですね、追加点なるかというシーン、 50m6 秒のスピードを生かしたドリブル、7番の坂田玲也の仕掛けでした。さあ背後に抜けてくる、フレルの那須川のシュート、ポスト強烈、強烈ですね、ブレてないですもんね、さっき言ってた話通りですよね。ですね、はい、ディフェンスがプレッシャーに来たんですがそこも跳ねのけて強いシュートを放っていきました。肝を冷やしたのは東山高校ですが、ただそれでも北澤さん今のシーンご覧いただきたいんですが、ついてはいますけどね。そうですよね、やっぱり押し出した後のシュートまでやっぱ早いですよね、うん、はい。辺が東山にとってマークしづらいところだと思うんですが、はい、ここですね。さあここに松木が絡む、はい、左にさばいた田澤のクロス、かな、ここはハンドになりました、 PK、 5番の宇田大輝です。先制点を取った宇田大輝ですがここはハンドの判定を取られてしまいました。今の場面ですが、まあ、ハンドのルールも改正はされていた中でありますがちょっと体からは離れる形になっていました。そうですね、手が上がってしまったというところと、あのボールがそのまま上がっていったらチャンスになりましたからね、はい、沈めるか松木、あ松木決めた、キーパーも触りましたが前半のアディショナルタイム青森山田同点ゴール、重圧も背負った10番松木クルーチームに同点ゴールをもたらしました。そして真っ先にスタンドの控え部員のもとに駆け寄った松木です。北澤さん、はい、今映し出されたゴールキーパーの佐藤も反応はしていました。そうですね、読んでいたとは思うんですよね、ただその中でも松木の思いが勝ったか。いや
そうでしょうね、はい、やっぱ強さっていうものがないとこの責任ある PK 決めることができませんからね、あ、反応はしてます、はい、そして手にも当たっています。これがこの後どっちに転がるかですよね、惜しい反応を見せた東山、ただそのゴールキーパーの佐藤瑞希の手をすり抜けて背番号10番松木玖生のゴールが生まれました。1対1試合は振り出しに戻っています。追いつかれましたが今日は策もピタリとはまって青森山田相手にも素晴らしい試合展開を前半見せている東山。松木打ってくるんじゃないですか。松木です。背後を狙う16番の田沢、中にはすでにストライカー2人、9番の那須川が中央です。そこから奪ったファールになりました。そして前半終了のホイッスルです。京都東山対青森山田の一戦、前半は点を取り合いました。1対1同点でこの後後半の40分へと向かいます。フォー国立です。両チーム後半に向けての交代、ハーフタイムではありませんでした。左エンドになった東山高校のキックオフから後半がスタートしています。40分です。ここは見送る形になりました。こう中央から行く形になってますけどね、ええ、さあうまく前を向きます。抜けるかな、スピードあるから間に合うでしょう。スペース供給7番の坂田、いやー先頭この速い坂田行く、抜けてくる4番の宮尾振り切る、中がいない、坂田折り返したシュートに行った9番の李、まだ高い位置、5番の宇田ワンタッチ、もう一度宇田です。中に通してきた藤枝、素晴らしいボールを供給して最後はエースストライカー10番2得点の藤枝康介に合わせてきました。体の使い方うまいですからね、3回戦の長崎総大附属戦では2ゴール、地元京都出身の10番、いい合わせ方でしたね。そうですね、ボールも良かったですけども、そして自分で展開をしていったんですね、はい、まあ、一度この後ですよね、うん、松原さん、はい、東山高校応援席ですが、その藤枝選手の姉、3つ目の姉ですね、美咲さんも今日は応援に来ています、はい、実はあの中学生の時に試合を見たのが最後で、それ以来応援に来るのは初めてだそうです。まあ、家では多くは語らない弟なんですが、ピッチでの気迫あふれる姿を見るとまるで自分の弟じゃないみたいと、今日は勝って国立に立つ姿を見たいとエールを送っています、はい、さあその大友も務めていた右サイドから藤森のロングスロー、那須川落としてくるシュートだ、17番の渡辺か、ゴールが決まりました。渡辺セラです。青森山田勝ち越しました。後半13分に勝ち越し点、青森山田高校です。ついに一歩前に出ました夏のインターハイ王者青森山田高校。いいロングスローが入りましたよね、11番の藤森のロングスローから起点になりましたね。なかなかこう自分でシュート体勢に持っていけなかったんですけど、それでやっぱりこうポジションの取り方がうまかったですよね、はい、17番の渡辺セラは今大会初ゴール、ストライカーようやく点数が決まったという形になりました。青森山田2対1、ああそしてこちらサイドバックのオート対応も両手を突き上げて喜んでいました。3番の新谷が落ち着いてボールをさばくか、 そして持ち出す、このパスはどうだ、残るか残るか、る右足を振ったワンタッチなんじゃないですか、コーナーキックです。今日初めてスタメン起用、3番の石原凛太郎のシュート、コーナーキックを呼び込みました。正直お母さんはびっくりでしょうね、さあこの石原のシュートです。さあかける、このロングスロー、8番の松橋思いを込めたスラッシュ、打てるかどうだ、ゴール前、ホイッスルが鳴る、触れなかったね。3番の石原ですか、そして青森山田もここは囲い込んで、まさにチームのスタイル体現、ゴールを隠す守備、あそして松木玖生です。今年は勝つことに注力をしている、そう話した松木、守備でもチームを勝たせるために足を引きずっています。目安の4分台経過、主審はちらっと時計に目をやりました。青森山田勝てばベスト4、国立長い笛が吹かれました。激闘になりました。
100回大会の準々決勝、京都の東山対青森山田高校の一戦、2対1、青森山田高校が高校3冠に向けて4大会連続準決勝進出。忘れ物を取りに行くために国立の舞台に立ちます。10番の松木玖生、 PK も決めました。そして最後は球際で粘りました。そして、うん、大阪体育大学の同期、今がっちりと握手を飾りました黒田監督、そして福重良一監督です。青森山田が2対1、ただ北澤さん、はい、福重監督率いる東山が1点を先制するというゲーム展開だったんですよね。そうですね、プランをね、自分たちで最善を尽くした結果、先制する、まあ、結果は出てしまうんですけども、本当に自分たちの持っているものを出したいい試合を東山やってくれましたね。はい、松原さん、はい、東山の木下キャプテン、ホイッスルの瞬間涙を拭う姿が見られたんですが、はい、すぐさま手を叩いて選手たちをねぎらう姿が見られました。2年生が多いチームです。3年生が支えてくれた分、この2年生たちがまた結果を出してくれるはずです。さあ、青森山田はこれで国立競技場準決勝へと向かっていきます。放送の解説は北澤剛さんとともにお伝えしました。北澤さん、ありがとうございました。青森山田高校4大会連続準決勝進出です。